こんにちは、松崎です。精神診療プラチナマニュアルの松崎です。今日は双極性障害の躁状態にベンゾジアゼピンを使っていいのか、そんなお話をいたしましょう。双極性障害の躁状態にベンゾジアゼピンはありなのか、そんなお話です。ヤッホー。双極性障害の患者さん、躁状態だと興奮します。そして眠ろうとしません。じゃあベンゾジアゼピンがいいんじゃないか、そんな話。もちろん気分安定薬でも治療します。でも気分安定薬にベンゾジアゼピンを追加してもいいんじゃないだろうか、こんな話があるんです。躁状態で入院した12人の患者さん、クロナゼパムリチウムかもしれない、リチウムクロナゼかもしれません。順番はまあ人によって違うにしろ、クロナゼパムっていうベンゾジアゼピンがリチウムを使ってる間よりもハロペリドールの追加が少なくて済んだ。そして躁状態も短く済んだ。というわけでベンゾジアゼピンは躁に有効と言えそうだ。こんな話もあります。躁状態で入院した患者さん、炭酸リチウムかクロナゼパム、ベンゾジアゼピンですね。で治療した時、10日間の間ではクロナゼパムはリチウムよりも躁を抑えることができた。躁状態を20毛圏で治療、クロナゼパムはプラセボよりも躁を改善させた。クロルプロマジンなんていう抗精神病薬の併用が少なくて済んだ。躁状態で入院した双極性障害20人、リチウムで治療する際に20毛圏でハルペリドールかロラゼパムを併用した際、ロラゼパムっていうのはベンゾジアゼピンですね。治療反応が得られるまでの期間はハルペリドールでもベンゾジアゼピンでも同等だった。躁状態16人を無作為にクロナゼパム 1-2mg かハルペリドール5から10mg で、2時間治療した時どっちも有効だった。ハルペリドールの方が効果は高かった。でもクロナゼパムの方が副作用が少なかった。うん、どっちも意味がありそうだっていう話、いろいろお話ししましたが、ベンゾジアゼピンは短期的には躁に効くかもしれない、そんな話。ただこんな疑問があります。ベンゾジアゼピン、脱抑制が生じる可能性が指摘されてるんです。脱抑制っていうのはお酒を飲んだ時になんか酔っ払って怒り出しちゃうとか暴れ始めちゃうとか、そういう人いますよね。ベンゾジアゼピンもお酒と似たような働き方をする薬なので、双極性障害の人にベンゾジアゼピン使った時に脱抑制が起きたら困りますよね。さまざまな精神障害の入院患者さん、ベンゾジアゼピンの使用の有無で自傷、暴力、隔離行動制限を要する、そんな状態、脱抑制に差はなかったという話があります。なので脱抑制が生じるかもって心配するのはごもっとも。ただ実際は増えなそうだという話。またベンゾジアゼピンはやめるときが問題になりがち。こっちは問題です。ベンゾジアゼピンは依存が生じやすいですから、ベンゾジアゼピンの離脱が躁に類似した状態を引き起こすかもしれない。それはいくつも指摘されていて気をつけなければいけません。また双極性障害に対してベンゾジアゼピン始めちゃうと、その後結果的に長期使っちゃうことが多かったなんていう話。ここまで双極性障害の躁状態に対してベンゾジアゼピンは短期的にはいいよと申し上げました。ただ実際始めてみると短期のはずが長期になっちゃう人も多いという話、やめるときに躁状態みたいのが起きるっていう話もあって、そこは気をつけなければいけません。また双極性障害にベンゾジアゼピンを延々と使っちゃってると気分エピソード、すなわち躁状態や抑うつ状態の再発リスクが 1.2 倍なんていう話もあるんです。もしかしたら双極性障害ベンゾジアゼピンでより不安定になるかもしれない。始めたらやめづらいことには要注意だし、やめないと有害かもしれない、そんなお話でした。さあ答えは明確ではありませんでしたね。というわけで双極性障害の躁状態へのベンゾジアゼピン、まあ使うとしたら短期間にとどめ長期化させないように気をつけた方が良さそうだ、そんなお話でした。ご清聴ありがとうございました。精神診療プラチナマニュアル、精神科の臨床を具体的かつ分かりやすく解説しました。精神科医はもちろん内科医、看護師、心理師、コメディカルなど、あとは研修医や医学生ね、ぜひご活用ください。脱抑制っていうのはそのお酒を、ね、脱抑制っていう